アブエノエ、AM、ボーナスソシウス、サ、848サイコとされている、プロブレムチェスプロブレムとは、チェスコンポジションとも呼ばれ、達成すべき、特定の課題を時手に提示する、チェスのルールに則っ,ったパズルである。例えばある局面が与えられ、白が一種子し、どの王手に対しても次の手で黒のキングをメイトせよ、という回答条件が示される。 チェスプロブレムを創作する人を作曲家コンポーザーと言う。チェスプロブレムには多数の専門用語がある。以下、項目名を除き、単にプロブレムと記す。プロブレムと対比できるものとして、チェスコラムや雑誌によく掲載されている戦術的パズルがある。これは与えられた局面から最善の指し手を見つけさせる問題である。戦術的パズルは、 実際の対局から取られたもの、もしくは少なくとも対局で生じる可能性のある局面であり、気力向上を目的で用いられる。他方プロブレムは実際の対局では見られないような非常に人工的な局面と解を持つように創作された局面であり、気力向上の効果よりも心理性が重視される。プロブレムの構成条件については大いに議論の分かれるところである。 しかし現実に、チェス雑誌のプログレムのセクション、プログレム専門誌、プログレムを集めた書籍など、出版されたプログレムでは、ほとんどの場合に、以下の共通の特徴を持っている。局面が作り物である。すなわち、局面は、実際の試合から取られたものではなく、問題を示すために創作されたものである。通常は、ルールに従った手順で生じ得る局面でなくては、 ななならいいいという縛りははああるるるがが実ででで生じる局面ではないのが普通である特定の回答条件を持つ。例えば、指定した手数で黒のキングをメイトする、など。特定のテーマを持つ。プロブレムは一般にあるテーマを表現するために創作される。効率を重視する。つまり、テーマの表現と完全作であるために、必要最小限のコマしか使ってはならない。 美的な価値がある。現在知られている最古のプロブレムは840年頃に発表されたものである。ただ、このプロブレムは詰将棋的にチェックをかけ続けるものであった。現在のようなプロブレムの方がは13世紀に見られていたが、1845年にヘンリー・エイ・ラブリーがチェスプレイヤーズ・クロニクルに発表した構想作以降、作家たちは 新たな構想作を探し求めるようになり、多数の作品が作成されるようになった。プロブレムは単に問題を解くだけではなく、芸術作品として鑑賞できなくてはならない。この点は特定のテーマを最も効率よく表現するという特徴と不可分である。ただしプロブレムの微集を区別する公式の基準はない。判断基準は人によるし、また時代によっても変化するためである。 現代においては、美しいプロブレムの重要な要素として、一般的に以下の条件が認められている。プロブレムには、様々な種類がある。以上、直接メイト以外のものはすべて、通常と異なるルールを用いているという点で、フェアリーチェスの一種である。加えて、白が勝つ手順を求めよという回答条件を持つ、スタディがある。ほとんどすべてのスタディは、エンドゲームの局面である。 スタディも創作物であるため、講義のプログレムの一種とされるが、スタディの回答条件には手数制限がないため、通常はプロブレムとは別物とされる。しかし、特にプログレムでも N 手詰めには、スタディの特徴を持つものもある。従って、プロブレムとスタディの間に、明確な一線を引くことはできない。どの種類のプログレムでも、キャスリングはレトログレード解析により、 キングとキャスリング相手のルークのうち少なくとも一方が動いたことがあることが証明されない限り可能である。一方でアンパスさんは直前の手がアンパスさんで取られるポーンのダブルステップであることを証明しない限り不可能である。上記の分類に従わないプロブレムも何種類かある。例えばナイトツアーや A とクイーン問題のように数学的性質を持つパズルがある。 それから、通常のプロブレムと特に関連の深いものとして、次の2種類がある。これらについては、専門の雑誌、書籍、章が存在する。ティータ・バーナー、1881、八シロ先に手詰め。これは、ティータ・バーナーが1881年に作図した、プロブレムである。書手は、RH1 である。直接的な狙いがないため、この手はとても見つけにくい。 この時、黒は一手パスしたいにもかかわらず、一出指さなければならないツークツワンクという状況に陥る。黒の可能な差して19手のすべてが一手詰めの局面になってしまう。例えば、1、BXH7 とすれば、D5 への危機がなくなり、2、SD5 で積む。その代わりに、1、リゴとすると、逃げ道が塞がり、2、q g 4で積んでしまう。黒が、 もしパスできれば、白は次の手で黒のキングを詰ますことはできないが、パスはできない。このプログレムを解くためのテーマに沿った考え方は、問題図においては、黒はすでにほぼ頭屈ワンクであると気づくことである。もし黒が先に刺せるとすれば、メイトを防ぐために、D3 か BG5 と刺すはずである。しかし、いずれの刺しても黒のキングの逃げ道を塞ぐことになり、 もし白のルークが H2 にいなければ別のコマをそこに動かしてメイトできる。プロブレムの世界ではこのルークが並びその両脇にビショップがある配置をオルガンパイプスと呼んでいる。黒のコマが互いの危機に入ってしまう効果を示す配置である。例えば黒が1、ボーイフレンド7と指すとルークの F5 への危機が遮られ2、QF5 でメイトできる。この状況は セルフインターフェアレンスとして知られる。同様に、黒が1、RF7 と指すと、ビショップの D5 への危機が遮られ、二 ND5 でメイトである。このような一つのマスにおける二つのコマによる、相互干渉は、グリム症干渉と呼ばれる。この問題図には、グリム症干渉が多数存在する。プロブレムの雑誌では、記述スペースと言葉の問題から、プロブレムの条件を示すために、 様々な略記法が用いられる。一般的なものを以下に掲げる。これらの記号に、回答条件を達成すべき制限手数の数字を加えて示す。したがって、3は3手詰め、セール、H イコール14は連続ヘルプステールメとト14手である。スタディでは、白先白勝ちと、白先引き分けを示すためにとイコールの記号が用いられる。 プロブレムの創作及び回答を競う競技会が存在する。創作競技には公式なものと非公式なものがある。公式な創作競技では各プロブレムは審査されてから公開されるが、非公式な創作競技ではまず公開されたものを対象に審査を行う。非公式な創作競技はよくプロブレム専門誌やプロブレムのセクションのある雑誌で開催される。 ある年度にその雑誌に掲載された全プロブレムを審査の対象とするのが普通である。公式競技は特別なイベントや人物を記念して開催されることが多い。ファイドのプロブレム創作上地委員会が開催する世界チェス創作競技会は国別のチームによる公式競技会である。公式、非公式を問わず、競技会では通常プロブレムのある。 特定のジャンルが指定される。さらに不可的な政権が課されることもある。通常、表彰は3段階のクラスで行われる。上から、プライズ、オナラブルメンション、コモンデーションである。審査員は、そのクラスに値すると思えば、いくつのプロブレムに賞を与えてもよい。当然、該当作なしのこともある。同じクラス内の作品には差をつけることもあるし、つけないこともある。 賞が発表された後、受賞作に先例があること、あるいは不完全であることを主張する期間を置く。有効な主張があれば、受賞が取り消されることがある。この期間を過ぎて、初めて賞は確定する。その後に、プロブレムが公表される場合には、受けた賞を示すことが普通である。回答競技も公式、非公式の2種に分かれる。通信により運営される大会では、 参加者が郵便や電子メールによって回答を送る。これは非公式の創作競技と似た方式で行われる。実際、非公式な創作競技の対象となったプロブレム群がそのまま回答競技の出題となることも多い。このような非公式な大会ではコンピュータの使用を排除できないが、会が特に長いようなプロブレムにはコンピュータでの回答に適さないものもある。 もう一つ、日時と場所を決めて参加者が集まって開催される競技もある。回答には制限時間があり、番号間以外の補助手段は使用できない。この種の回答競技で最も有名なものは PCCC が開催する世界チェス回答選手権である。2012年の第36回大会は若島忠氏を実行委員長として日本の神戸で行われた。 どちらの回答競技でも、プロブレムごとに配点がある。作為回を答えた場合、満点が与えられる。別回や向かいを指摘した場合には、ボーナス点が与えられることもある。不完全な回答でも、回答内容に応じて部分点が与えられる。最高得点を獲得した参加者が優勝者となる。同点の場合は回答の所要時間がタイブレークに使われる。実践チェスと同じように、 特に優れたプログレムやスタディの創作者や回答者に対してもプログレム創作上知委員会を通じてファイドからグランドマスター、インターナショナルマスター、ファイドマスターの称号が授与される。ジスと異なりプログレムでは女性限定の称号はない。創作部門では1959年にアイムの称号が創設され同時にアンドレ・シェロン、アルノロード・エラーマン、 アレクサンドル・ジャーブ・ストマン、ヤン・ハートング、セロ・キッピングの5人に与えられた。また GM の称号は1972年に創設され、ゲンリック・キャスパリアン、レフ・ロシンスキー、コミンズ・マンスフィールド、イール・チャビ・サーモンの4人に与えられた。また FM の称号も1990年に創設された。後には、 ファイドアルバムに選出掲載された作品の数によって称号が与えられるようになった。ファイドアルバムは3年間に創作された優れたプログレムとスタディの選集でファイドの任命する審査員が選定に当たる。アルバムに掲載されたプログレムには各1点、スタディには1、2、3点が与えられる。共作の場合にはこの点数を各作者に当分に分配する。 FM になるには12点、IM には25点、GM には70点が必要である。回答部門では、GM と IM の称号が1982年から、FM の称号が1987年から、授与されている。GM と IM は、世界回答選手権の成績によってのみ獲得できる。GM になるには、優勝者の得点の90%以上を獲得し、 かつ10位以内の成績を連続10回の WCSC で3回達成しなければならない。アイムになるには優勝者の得点の80%以上を獲得し、かつ15位以内の成績を連続5回の WCSC で2回達成しなくてはならない。あるいは1回の WCSC に優勝することでもアイムになれる。FM になるには 二つの PCCC 公認大会で優勝者の得点の75%以上を獲得し、上位40%の順位に入らなければならない。日本人では怪盗アイムに、若島ただし、怪盗 FM に、山田公平がいる。インターナショナル、ジャッジ・オブ・チェス・コンポジションズの称号は最高の水準で、創作競技の審査に当たれると判断された個人に、与えられる。 ここに挙げた用語は一部である。なお、項目名が、車体字のものは、フェアリーチェス由来の項目である。ありがとうございます。